も TDK が磁気伝導で長年培ってきた高精度実装技術が生かされています。今回のデモンストレーションでは 10Mbps で通信可能な光電計算モジュールを USB3.0 のコネクターの中に埋め込みました。ではここで高速大容量伝送を実現した光通信ケーブルの動作を配信の動画の同時再生でご覧ください。時期表明で40センチ飛ばします。今この回路では10センチぐらいまでは飛ばせますので、左側の画面は USB3.0 のコネクターの中に光線計算モジュールを埋め込み、同じハイビジョン動画をパソコンに伝送しているものです。右側には4つの映像しか映し出されていませんが、左側には6つの映像が映し出されています。まあ最大10センチぐらいはできるんですけどね、ちょっとモーターに負担かかってますので、モーター焼けしてるので3つの映像を映すことが可能なんです。しかも右側はスムーズには再生されていませんが、左側はスムーズに再生されています。まあ、今これ重量とですね、フルでお分かりいただけるので、まあ、ヘリコーダーでいうとホバリング言いますけど、今回は USB3.0 を利用したので、ちょっと氷がねつけてるんでね、気流がね変わってしまいましてね、ちょっと上がりにくい。これがないとですね、もっと軽く上がるんです。一時側のコイルに電流を入れてるだけなんですね。磁場共鳴とはコイルとコンセントで共鳴で、コイルをだから空振コイルだけで電流を送ってると。なんで送れるのかというと共鳴しているということなんですね。でこのサイズで今33から35キロヘルツで共鳴すると分かったんで、それで飛ばしてるんです。向こうですと大きすぎてですね、128キロヘルツで共鳴してるんです。だからもっといろいろやればですね、もっといい条件が出てくるかもしれない。ちょっとまあそこまでやれるまだ専門家じゃないんで、よそからこう聞きながらこうやったので、ね、これで銅を使うと全然飛ばないですから、重すぎてですね。まあそういうことでアルミの軽さを強調して、なんとかアルミ線の拡大、あるいはアルミ線を使った電子部品のですね販売ということで、でまあ受電用のコイルということで、ああいうコイル、こういうコイルですね、売って販売できないかと、こういうふうに思ってます。